で、なんか俺すごいさ、俺サラリーマン見てからさ、タワさんはサラリーマン時代のかっこよかったですっていうやつが多いわけですよ。なんならこっちもその肩書きがあった方が希少性が高い、理由かしら。え、実印だけで、実印だけできるよ、お前実印もしろできる。てか、ハンコってクソじゃない。だってサウナがサウナがいいのよ。サウナがなかったら俺暇で死んでると思うよ。暇で死ぬんで出勤しろよ、現状じゃない。お前死んでると思うってサラリーマンなんだっけ、しからやることないもん、別に会社行っても。店長さんが喜ぶよ。だからそれね、挨拶回りの挨拶顔見せ、顔見せ工業、顔見せ工業みたいなのあるけど、すげえな、サラリーマンなのに出勤することは顔見せ工業。すごいですよね。確かに。しかも暇に見えないですもん、箕輪さんは。全く嘘だ、俺の周りの人は知ってると思うよ、いつもサウナいいんだみたいな。あー、てか暇とはなんだって感じだよ。そうそう、確かに頭が動いてるから。そうですね。なんかね、こんなのマニアックすぎて YouTube としてあれかもしれない、安野さん、あの NHK の、 あの仕事流儀とか、そうの、新エヴァの川上信夫さんが、ああ言ってた、見て、うん、俺あれね、めっちゃ共感して、それを言語化してくれたから超腹落ちしたんだけど、あの仕事の流儀見た時に、安藤さんが毎回打ち合わせに来るんだけど、途中で帰ってどこ行ってるか分かんないみたいな。で、みんなもう締め切りが迫ってるから、どうするんですかって聞いても、分かんねえんだよなーつって、何も言わず、イエスともノーとも言わず、面白いとも面白くないとも言わず、現場の人の意見をまた帰っちゃうみたいな。で、3日戻ってこないとか、それはもう全然レベルは違うけど、めちゃめちゃ分かって、要は答えが出るまでは何もしてない、動いてないし、何皆さんサウナ行ってるだけでとか飲み会行ってんじゃんとか思うけど、常に考えてはいいんだ。でもそれって、要は30分後答え出しましょうとかっていう話じゃなくて、ここでこれを今なんとなくこれって思ってるけど、これで行こうって言えないなって、なんか違う気がするなってずっと思ってる。予定調和とクリエイティビティってのは全く真逆だからね。そう、全くその通りで。ただそれを俺サラリーマンで、うん、サラリーマンっていうのはもう予定調和しか求められないから、普通のサラリーマン、それを両立させるっていうのはすごいよな。確かに、机座ってるよりも遊んだりとかした方が絶対いいもん作れますもんね。いやでもそれは、遊べるのは遊んだことでいいもん作れるぞ俺はって自信があるしかダメで、うん、だって結果的にアウトプットがダメだったら、机に座って頑張ってるグラスの方が遊んでたやつ、一応とりあえずまだ首の一枚まだなんか保険がかかってるじゃん。100ゼロです。本当その通りで、要は結局箕輪は命令するとか会社に来るっていうよりも、放置してた方が利益を持ってくるって思われてるってだけなんだよ。あ、でもそれは俺だからクリエイティブとはちょっと違うけど、その広告営業とか事業責任の数字責任をずっと持ってたから、それはすごい分かって、結局タマさん炎上するかもしんないけど、なんだかんだ言って数字は外す時もあるけど、まあトータルで見たらまあまあ当ててくるよねっていうのがあるから、まあそれは会社からもなんかあいつ結局炎上するけど、まあさすがにクビにするとあれかなみたいな、その緊張感はすごいあったよ。確かにそれはある。で、僕箕輪さんすごいなと思うのは、そのずっと遊びとかレイヤーの高い層の人と関わり続けて、大衆感覚を見失わないのが、いやもうだいぶ見失った。でも売れる本を作れるっていうの、大衆感覚を、いやもうね、でもだってそれは無理、だって本ってさ、100万部だって世の中は日本人全体だって 1% だから、その観点はあります。あの本ってそもそもニッチで、ベストセラーもニッチっていうのはあるんだけど、言うてでも、もう俺は無理。要は多動力とか作ってた時のピュアな心はない。要はでも俺もそれこそ思うわ。でも、なんか満員電車乗るやつは仕事ができないとかって、満員電車乗ってたから、響いたからみずみずしい原稿が作れたの。今満員電車なんて乗んないから、たまにこの前なんか暇すぎて電車乗ったらなんかシンガポールの電車みたいになってて、最近の電車ってこんな現代的な、すごい。中吊りとか一生懸命あるもんね。へぇーみたいな。中吊りってな、こんなビジョンが浮世話なんですよ。山手線のあれね、あのこう、やっぱそれはさすがにできない。本当に興味あるものじゃないと売れないし作れないからってなると、もう例えばさ、柳口修さんに聖書について書いてもらうみたいなことになっちゃう。言うて2番目よ。あの世界観を作るってめちゃくちゃいい本ですよね、柳口修。
うん、でそういう本になっちゃうのよ。要は俺がある程度資本主義のがむしゃら競争は終わっちゃったから、あとはもっと、あ、俺でもね、それで言うとさっきので若干キーかなと思ったのは、三輪さんだってもうその全部サロンにやってもらってると、そのうち出張するときに新幹線の切符も取れない大企業の偉いおじさんみたいになっちゃうんですよ。まあ、新幹線の切符は取れるけどって、あ、ホテルは取れるか。比喩で言うと、俺やべえなと思ったのは、僕のサラリーマン時代の最後の方がそれにちょっとじゃんだんだん自分下手したらなりかけるぞと思うから、今一人になったらすげえいちいち秘書いないの、秘書はいるけどバーチャル秘書つけたんですよ。ただ対面してないの、秘書今タイにいるんですよ。へー、そういうやつで予定の調整とかさすがにやってくれるんだけど、ごめんね。でもいちいち例えばさ、銀行口座開けるって言ってこう目が三井住友とかりそなとかに行っていちいち申し込み書書いてとか、あの法務局に答本を取りに行ってとかってこと一番全部やってんの、めんどくせえなって思う気持ちと、まだに法務局ってこのエンタメでしょ、収入意思、俺もエンタメでしょ、収入意思とこの窓口分かれてんやとか、自分の会社でキャンピングカー買ってレンタカーとしてシェアリングで貸し出そう、貸しで貸し出そうと思ってるから、会社として法人で車庫証明取るとかって、麻布警察署に行って車庫証明出してとか、 5.6 メートルのキャンピングカーが置ける駐車場ってめちゃくちゃないのよ、もう港区とかで。でめちゃくちゃ探したらやっと思ったの、会社の登記の住所から2キロギリギリだったんですよ。で車庫証明って2キロ以内じゃないと出ないから 2.05 とかで50メートルはみ出てたのよ。ネットで検索したら、そういう場合出る警察署出ない警察署がありますよ、いい具合に、じゃん、いい具合にゴムゴムで、いやそういうのだからいちいちやっていくのがめんどくせえなって思う気持ち半分と、それこそ本当ドラクエの冒険みたいな、それいい具合にめんどくせえなって思う気持ちと、いい具合にもうこれ取材っていうかネタっていうでしょ。じゃあそれをやる。でまず麻布警察署に電話して、Google マップで見たら 2.05 キロなんですけど、なんかネットで検索すると出る警察と出ない警察があるらしいんですけど、お宅だと出るんですかっていろいろ10分ぐらい押し物があって、で最後よくわかんないから、あんた明日警察署来いよみたいなこと言われて、なんでこのこうリモートのご自身みたいな感じなんだけど、またこの金髪サンダル T シャツで麻布警察署に押しかけて、でなんかあだこだあだこだ10分ぐらい押し物としてたら、わかりましたちょっと奥の方に行って偉い人と相談して、まあまあ今回じゃ出しましょう、えマジですか、ありがとうございますみたいな、失礼です、ちょっとお名前あって言ったら窓口長って言うから、だからその時は一応契約した後に車庫証明出ないって悪夢じゃん、だから仮押さえみたいにした上で警察署行ってるわけよ。でじゃあ今日車庫証明出しますって、すいません今契約してないんで車庫証明今出せないんです、来週来ますと、で失礼ですけどお名前ってことだから、じゃだから来週来た時に担当者が別の人でも警察署に電話対応してるやつとかマジグダグダなのよ。行くかちゃったなと思ったのは、窓口にいる人間の方がよっぽど話がまだ分かってちゃんとまだ会話になるな、いやそういうのは出る場合と出ない場合がありましてとかで、実際に申請してもらわないと多分判断つかないんですよね。いや申請して NG だったで、契約した後で申請して NG だったら元の子もねえから俺はそれ今聞いてんだって電話でって、ググった範囲では本当にごぼうごすぎて分かんねえから、ね、電話で聞いてんだよみたいな、お宅の管轄なんだよこの駐車場はみたいな、麻布警察署おいって言ってたんだけど、もう電話のやつがグダグダすぎてって言ったら、もうとにかくじゃあ来てもらいます窓口でみたいな、なんでこの納税者を呼び出しやがってこれみたいな、納税者ほんとそうだよ、くっそ忙しいのにみたいな感じなんだけど、であんま暇なんだけど朝8時半にもう来たったねみたいな、めっちゃ暇じゃないで、朝8時半に昨日電話で聞いたらですね、とにかく窓口に来てくれって言ったら、僕朝8時半来ましたって言ってたら、そうやって通ることになった方がよかったでもそれ楽しんでる、田辺さんは駐車場は11万、月11万だよ、そんな駐車場俺初めて聞いたみたいな、そうですね、家賃2万、2台分じゃんこれみたいな、僕の家賃より、そう家賃じゃんこれみたいな、なんかさ、その今の田畑さんの話は分かんない、非日常が好きで、それが、まあ、市場調査になる、いちいち思えろよ、でもさ、ホテル取るとか業務だったら、もう完全な業務、まあ、ホテル取るのは別にさすがに親戚じゃないで、ね、でしょ、だって別にホテル取るなんかさ、一級ドットコムとか楽天とかだったら、もう30度で終わるスマホで、まあ、それ取るけど、めんどくさいから全部任せてますけど、逆に言うと、野宿しろって言ったら全然できるけど、いやでも同じことだと思う、俺でも結局 LINE とかで秘書が行った時も結局ホテルと飛行機は自分で撮ってたんだよね。
ていうのはなんか、飛行機なんて絶対取れない。っていうのはなんでかって実際に体験するの自分じゃん。それで中途半端に微妙にイマイチだなと思うホテルとか飛行機のフライト、例えばさ、東京から例えばミラノに行きます、ロンドンで乗り換えるのか、フランクフルトで乗り換えるのか、むちゃくちゃ選択肢いっぱいあるよ。それこそ、いや、そんなん考え地獄だよ。いやいや、俺そういうの考えの案外好きで、俺が一番好きそうなやつにしてっていう、好きそうなやつの基準が分かんない。いや、分かるでしょ、大体見てた本読んでくれてれば。いやいや、いや、すごいな。で、なんか破天荒なやつですよ。破天荒なやつ破天荒な乗り換えってはよく分かる。破天荒なフライトプランってのは、だったら最初から飛行機じゃなくても歩いてよみたいな、なんか猿岩石みたいな感じで行けよみたいな、電球だけ印象深いやつ、ヒッチハイクで行けよみたいな感じ、気持ちよくても飛行機とかで行くれよみたいな。でもこれで箕輪さんがサラリーマンで玉田さんがサラリーマンじゃないっていうのも面白いですね。普通逆ですもんね、今の話から。あ、確かに。いやね、田畑さんはセルフコントロールもできる人だから大丈夫だと思う。今回ダイエットで証明しましたよ。確かに。基本目標とかルールがある中でハメ外すのが好きなんです。それは分かる、それは分かる。一緒、そう。やっぱ解像度高いっすね、皆さん。いや、そうだよ。それが田畑さんの自由なの。田畑の自由はルールを自分なりに解釈してはみ出ることが自由なの。ルールがないと自由じゃないの。だってさ、帯ゾーンがなくてさ、帯ゾーンがなくてさ、どこに打ってもいいんですよって言われたらゴルフ場みたいな感じでさ、それ面白くねえじゃんみたいな。そうだよ、球もめちゃめちゃでかくて、あの穴もでかくて、それ何も面白くないんですよ。そうそう、で今その状態なんですか。いや、だから自分でルールとか敵を勝手につけて、買い付けて、わーってやって、それがツイッターなんで。そうそうそう、それはそうね。ツイッターの何が言って、いや、まあこれはっきり言ってもう多分終わるんだけど、この時代はもう終わったと思ってたけど、ツイッターって俺からしたらツイッターで言ってる発言ってパブリックに見えるじゃん。パブリックに見えるもんだから、俺が勝手にマジレスしてお前何言ってんのっていきなり喧嘩売ったって、お前喧嘩売られるのだったらさみたいな、書きでも書けとけよみたいな風なのが俺のロジックで、ごめんごめん、とにかく俺は主観的には、俺は俺なりの人義やモラルや美学やマナーは守ってるつもりはあるんだけど、多分世の中的に理解されるって気持ちもわかる。そうですね。ただ俺は俺の勝手な主観的な一人称での美学があるのは分かってっていう。石川県で生まれ育って情報に飢えて自転車で、金沢までね、金沢まで3時間4時間かけて帰ってきた人たちが、見た人がSNS に出会った末路ですよ。そうそうだ、末路だ。興奮しきってるんだよ今。未だに田舎とか行ってさ、農作業とかやってほしいよ、正直。でも、未だに興奮してんだよね。楽しいさ。興奮とか、なんか最後そこはでも、それが、手段ですよね、多分攻撃することも、ボヤが上がることも、多分手段なので、例えばそれが媒体が変わったりとか、これだから、あの青汁のさんの動画に、あの竹原さんが出てたら見て、もうええわこいつって、ちゃんと謝ったから、彼は。そうですね。別にもうそしたらもう矛を収めるとかって、むしろノーサイドだよ、それこそ。プロレスラー、プロレスラー。別に彼個人に対して何の恨みもないの。要は田畑慎太郎がやりたいのは面白い花火を見たいだけ。ただただそれだけ。確かそうかも。ピュアにそれを見たい。割とピュアにそうだよ。面白い。だから愉快犯が一番怖い。愉快犯。俺も愉快犯だ。よく言われるのは愉快犯が一番怖い。だって論理がないから。指示して、まださ、指示しよくのやつはさ、金で交渉できんのよ。愉快犯ってさ、金で収まんないやつだから一番迷惑だよね、あれに。快楽殺人者みたいな感じで。あの身代金、プロの身代金強盗は、身代金誘拐は金で払ったら人間返ってくるじゃん。サイコパス愉快殺人みたいな感じだと、もうガチでさ、田畑さん、その愉快犯だからこそ一回敵になっても仲直りする可能性は全然あるなと思いますね。だからそれはいいっすよね。なんかいや、でもそれって話したんだけど、いわゆるホモソーシャルとかいうのも聞いたけど、仲間乗り、今叩かれる男子校乗りとか、はい、側なんだよ。だから梅木さんって人と田畑さんが揉めてた時、思い出した。俺そういうのが、俺みんな友達だと、だから俺文春叩かれても文春の人とでも飲みに行けるし、握手もできるし、なんか旅行も行けるの、まあ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 みたいな、それが俺の根底なの。まあいろいろあったけどさ、人生ってそんなもんじゃんみたいな。分かる分かる。
で俺はそ人全員そうだと思ってた。だから夢木さんと田畑さんが揉めて揉めてとかバチバチいつもみたいにやって、まあ田畑さんがバカにして一方的にバカにしてたんだけど、いやあれはプロレスラーの前向きで、俺は梅木のこと好きなめちゃくちゃ良かったよ、俺は分かってるからやってんの、うん、で、だけど確かにってもらで、俺がサプライズ的になんかのイベントの時あ梅木さん来るからキャンプファイヤーの会議室じゃん、田畑さんとワールドカップサッカー見ようじゃん、梅木さんと一緒サッカー見ようみたいなサプライズで俺が言ったわけ、ミノワさん、俺と梅木がバチバチやってる時に、ね、俺はだってみんな友達だと思ってるから、そう梅木さんはいざ俺も愉快犯だと思ってそれ面白いじゃんっつってサプライズでじゃあ俺隠れてそこいるわっつって、でいざ会ったら抱き合ってで梅木さんがそこに何も知らずにひょこひょこやってきたわけ、そりゃそうだよ、そりゃ梅木悪いじゃんけど、で俺はいざ会ったら抱き合って仲良くなってみんなで楽しくワールドカップ見んのかなって思ってたら、梅木さんが本当こういうのやだ、ガチ切れした、ガチ切れしたで俺が部屋に現れた瞬間にもうあのダッシュしてジャンプして抱きついたわけ、そうああ田畑さんが、ね、俺が梅木さん、そしたらあいつ梅木ごめんねって、うん、あいつ本当に嫌そうだったから、うん、ええー、笑えないぐらい嫌そうだったから、そしたから俺空気が微妙だったから、あじゃあ俺帰るわみたいな俺別にもともとごめん、俺サッカーとか興味ないから日本代表だったらどうでもいいわみたいな、で俺も梅木さんになんかごめんねっつって変なの仕掛けてごめんねみたいな、で俺滑ったサプライズみたいな感じだったんで、俺そっから学んだ全てオールオッケーじゃない人もいるんだっていう、そのプロレス的なね、だからちょっと俺と片渡さんってなんか全てをエンタメに消化するところはダメなとこなんだなって最近まで、ダメじゃないよでもそれはダメ、最悪だよそうですね、いやでも俺はすごい一番妻に言われるのはそういうとこがなんかつくって、あー、まあ、いや何が起きてもテーペロで済むと思ってるだろう、ね、そういや逆に楽しかった、ね、分かる逆に楽しかった、いない何が死ぬこと以外確定傷だよっつって一番嫌いな言葉って言われるの、これはでもいいね、これを唯一言えるのは奥さん、まあね、嫁さんね、妻ですよ、まあ、嫁以外に言われても意味ない、知らねえよバカって言うけど妻に言われたら知らねえよバカって言えない、あなたが死ぬこと以外かすり傷って言ってる裏で本当に傷ついてる人いる。そりゃそうだ。あれだけかすり傷のだけで。ただちょっともう本当ね、もう別急にまたあれだけど、俺は嫁妻にありがたいと思ってるのは、俺が炎上しようが基本文句言わないんだよ。見てんの？SNS 見てないの？いいよね。俺見られてんの？そう。興味ないよ。この間の大観山メロン。あれもそうだよね。びっくりした。めちゃめちゃ怒られた。でもそれをトムとジェリーみたいにやり続けてる方が健全な気もするけど。で田畑さんがこんだけ今までで一位の嫁から怒られたのは3分弁当の専業主婦のあれで。あれ怒られたんだ。あれはなんかしかもさ。だって地上波のあの時にそう欠席裁判みたいにさ、すっきり特ダネだけなんかさ20分ぐらいやられてさ、そうね、私があなたの知らないところでそのママ友とかからなんかあなたが専業主婦をバカにしたせいでどんなあれな思いをしてるかあなた分かってんのみたいな、ね、もうめちゃくちゃ綺麗なカウンターパンチに決まってそれ以降すいません嬉しくてさあでもそれを確かに渦中で言わずに溜めてて言ったっていうのは、ごめん本当にすみませんね、悪いねっていう感じがあって、でも忘れた頃にやってきた、俺ちょっとホリエモン的なところがあるんで、そんなやつほっとけばいいだろ、単なるクズだろマジで、いやクズかどうか別に現実の人間として生きてるから、なんかクズとは言わなくてもそんなやつらの意見に同調してどうすんのみたいな、いや別にいや俺がそう思うけど、それを妻に強制するって変じゃない？まあ強制しないけど意見って言ってんじゃん強制ってないけど、すごい言った瞬間多少そこには通っちゃってるけど、いやでもうちは妻の方が強いから、いや俺もそうだ気がするけどね、そっちの方がうまくいくって言いますよ、100ゼロで、口論しても喧嘩しても、まあ、基本、何も言えないから、だから、ね、一回言えない、何そんな世間のさ
毎年俺一回も言わないもん。ワイドショーがすいませんすいません。ワイドショーが喜んでた喜んで、ワイドショーが怒ってた怒るような人に影響を受けて人生楽しいみたいな。まあでもね、俺もバカじゃないから分かる、バカじゃないから分かったのは、そういうこと言うときの1言ったときの陰に100ぐらい黙ってることがあるんだろうなっていう、ね、イマジネーションが働くから。あ、言われたときは文春と同じよ。だから俺、だから文春に叩かれても、あ、これ完全事実と違えねばかやろうって思うけど、言ったら俺の知らないいっぱい出てくるから帰って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 俺の知らない忘れてた事実がむちゃくちゃ出てくる。違うネタも来るんじゃない。やべえびやべえびね。そうだから何も言えないって全然違えだろふざけんなって思うけど、いやちょっと待ってよと、全然違えだろふざけんなって言ったら、もう俺に飽きてんのにあいつらをまた起こすことになるんだよ、ね、それを胸に立ててやっぱ思い当たる時があるじゃんそ, そりゃあるよ生きてる現にありますよ、まあ、あるわ、まあ、人間生きてりゃ真っ黒系だよっていう、いい感じですね。でも楽しかった、久しぶりに玉田さんと会えて。いや50万を、どう使おう。なんかどうせだったら玉田さんと2人でなんか旅行するでも合流するでもなんかそれで使いたいです。で YouTube が楽しくなるような、なんかさ、それ払うとか岐阜のバンジーでなんか50万円巻きながら飛ぶとか50万でしょ、サクサバ巻きながら飛ぶとかさ、そんな意味ある。いや、わかんない、なんか、でもなんかさ、YouTube の企画として、コラボの企画として50万でやりましょう。なんか、うん、なんか何がいいかな、ちょっとないかな。50万って微妙に中途半端だな。サスタバ風呂できるわけでもないし、あ、まあでもさ、ちょっとさ、分かった、全身裸のパン1でバンジー、全身のりでしょ、のりを塗りたくって1万円ずつ貼りまくって50万1万円ずつ体に貼って飛ぶってこと。さっきと一緒じゃないですか。確かに。それ許されるのが、あれムササビスーツ着なきゃいけない。ああ、どうなんだろう、確かに。めちゃくちゃ痛いでしょうね、しかも。スギちゃんみたいな感じよ。50万タトゥー入れようかな、タトゥー。あ、いいじゃん、タトゥー。なんでサウナ入れなくなる。いや、アダイブは OK。 アダイブむしろさ、サウ入れずに入ってない人の方がマイノリティじゃん、あれ。恥ずかしいからね、入ってないと、アダイブで。なんか、賃金入ってない中学生みたいな感じ。アダイブでサウナ、あの、入れずに入ってないって。みんな入ってるんですね、気持ちよ。本当に入ってるんだよね、みんな。俺ずっと田畑さんぐらいじゃないですか。肩身狭いのよ、入ってないと。まあなんかちょっと考えましょう、これもちょっと考えない。いや、コメント欄で大喜利やってくれてもいいですよ。そうですね、なんか、じゃあ楽しかったです、ありがとうございます。ありがとうございます。2キロぐらい太った気がするけど、まあ所詮2キロなんで、また痩せれるからね、うん、全然余裕